キアナ。嫌よ、私だけ安全なところに。キアナ、あなたの言うと、でも、キアナ。眠い。ここで少し寝てもいい？込められた子供寿司そう私ねこの塔でおよかどこへ行くのよ迷っちゃいそうさっきの子はい
持ってる。猫ちゃん。安らかに眠れ、第二律者。いいえ、シーリーさん。やったよ、第二律者を倒したよ。本当に子供みたいね。セシリア様、このままいさせて。もう少しだけでいいから。ええ、好きなだけどうぞ。お疲れ様、キアナ。うん。キアナ、どうしてここに？テレサ？遅かったね。第二律者なら私とセシリア様で一緒に倒したよ。え、何を言っているの、キアナ。ここには誰もいないわよ。またまたバカなこと言わないでよ。私の隣にセシリア様がいるじゃん。え？ママ？このデータ空間にどうやって潜り込んだの？早く一緒に帰るわよ。ここにあるのは、離して。我々の任務が邪魔されないために一時的に退いていただきましょう。学園長、キアナさん、セシリアならここにはいません。え、この声は。委員長、ここはどこ？ママはどこにいるの？最初からこのデータ空間には仮想環境も AI もいません。最初からバビロン実験室とセシリアは存在しないのです。言ってるのよ。違う、嘘よ。ママはずっと私のそばにいたよ。私たち一緒に第二列車を通したよ。私ママを守ったよ。ママを返してよ。全てはあなたの幻想にすぎません。このデータ空間に入った時からあなたはずっとそこに立っていました。律者の悪巧みであなたを自分の夢の中に溺れさせたのです。あなたが見聞きし体験した全ては偽物なのです。あなたが探し求め全力で守ったセシリアも、シーリンがあなたの切なる願いで作り出した幻影に過ぎません。違う、ありえない。そんなの本当のことじゃない。ママはここにいるはずだよ。絶対にママを見つけるんだから。そうだ、あの魔法の呪文がある。リヒリメリヒ、リヒリメリヒ、リヒリメリヒ、リヒリメリヒ。呪文を唱えれば全ての願いが叶う。強烈な崩壊エネルギー反応を感知。いいえ、今回はあなたの思い通りに世界は変わりませんよ。キアナさん、夢から目覚める時が来ました。